こんにちは、太一郎です。今日も Life is Strange の続きをやっていきたいと思います。前回は、エピソード4、だったんで、入ったとこだったんですけど、エピソード3の最後で、入り込んでしまった、別の未来、別の現在、の中で、その、別の現在っていうのはクロエのお父さんが生きている世界で、ただ逆に、クロエは、交通事故のために、半身不随というか全身麻痺ですかね、顔しか動かないみたいな車椅子の生活を余儀なくされているっていう世界だったんですけど、ここに迷い込んだ時と同じポラロイドカメラを入り口にして、結局は元の世界に戻ったという、内容でした。でその後、デイビッドが、クロエのお母さんと仲違いして、ちょっと行き過ぎた何ですかね、操作というか、いろんなものを調査したりカメラを置いてしまったりとかですね、そういうことがあって仲違いして出ていったというところと、あとはちょっとデイビッドが残したもの、メモとかですね、そういったものを調べたり、あとは、飛び降り自殺しようとしていたケイトの、病院を見回ったりとかっていうところで、前回は終わっていました。じゃあ続きをやっていきたいと思います。これからまたどんどん、姉さんのことを調べたりとかですね、いろんな、真実が、事実が分かっていくかなと思います。よろしくお願いします。夕方の風景も綺麗ですね。なんて言ってたっけ？マジックアワーって言ってましたね。ジェファーソン先生と校長。なんか揉めてんのかな？絵のうまい彼、名前なんだっけ。おっと、マックスじゃないか。ああ、ジェファソン先生。宿題のこと言われる。こんにちは。彼女は友達のクロエ。どうも。よろしく。こんなイケてる子がうちの生徒じゃないとは。いろいろありまして。イケてる。詳しいことは校長が知ってるかと。なるほど。マックス、大丈夫かい？いろいろあったので、なんだか落ち着かなくて。人間、生きていれば、いろいろあるものさ。それにしても、イベントが多すぎです。僕もそろそろ、ゲーム的なイベント。イベントの準備をしないと。今夜のパーティーで、日常ヒーローコンテストの優勝者を発表する。君たちも来るね。マックスにも応募してもらいたかったが仕方ない。無理強いはできないからね。ちょっと後悔してます。でも写真に集中できなくて言い訳ですけど。君は友達思いの優しい生徒だ。それにこれからチャンスはいくらでもある。今後は積極的に作品を発表すること。わかりました。パーティーには必ず行きます。私が引っ張って行きますよ。先生と踊りたいし。ダンスは勘弁してくれ。老いぼれに恥をかかせる気かい？教師の面目は保たせてくれよ。それじゃまた今夜。ありだな。ちょっと何考えてんの？そりゃ今夜の作戦だよ。もうなんだよ、やきもち焼くなって。いい加減にしてよね。はいはい。ちょっとジャスティンに挨拶してくれ。久しぶりだし。うん、行ってらっしゃい。
ジャスティンってどの人だ。姉さんがどこにいるか調べなきゃ。姉さん、あれ見る。こないだのウェルズ校長、すごい酔ってたな。やっぱ酔ってたよね。話しかける相手ではないのか、これ。これは話す感じじゃないよね。これも、あ、ザッカリー見る。ザック、次が最後の試合じゃないといいね。それな、どういう意味だっけ。あ、恋がたき。マックスを映画に誘うなんて。心の声が漏れてる。私がウォーレンと映画に行くの嫌なんだろうな。ブルック、調子はどう。まあいつも通り。そういえばケイトを助けたのすごかったね。大丈夫。姉さん、とりあえず姉さんのこと聞くか。姉さんを探してるんだけど見なかった。ウォーレンに聞けば。一緒に映画とか行く仲なんでしょ。やめてよブルック。とにかく姉さんは停学になったとはいえまだキャンパスにいると思うんだけど。何、ウォーレンじゃ不足なの。姉さんならさっきすごい剣幕で郊外に出てったよ。そうなんだ。じゃデート頑張ってね。ちょ、ドローンの話。こんな時気晴らしにドローンを飛ばせたらいいな。グラント先生はやっと諦めて許可をくれたよ。でもウォーレンと映画に行くんならドローンなんかで遊ぶ暇ないでしょ。全部映画と結びつけてくる。私がウォーレンと映画を見に行くならドローンは貸さないってこと。鋭いねマックス。じゃあ悪いけど私ドローンの調整するから、よし。姉さんは校内にいない。クロエのとこに行こう。別の話題を振ってみるか。ブルック、まあいい。クジラ、変な日食とか打ち上げられたクジラとか、もう頭がごちゃごちゃしてきたんだ。ブルックなら何か知ってるかなって。ちょうど週末にウォーレンと二人で仮説を立ててみる予定。あ、牽制してくる。誘われたの。誘われたの。ウォーレンに誘われたの。まあオタク同士の絆ってとこ。私もウォーレンもまだうまい説明を思いつかないんだけどね、この異常現象。ドローン。こんな時き、グラントさ、何さ、鋭い。聞いてない選択肢あったかな。サルブルック、まあいい。姉さん。姉さん、ウォーレ、やめ。何？ドローン、クジラのとこか。変なにし、ちょうどし、いいかもねか。それいいかもね。二人とも頭いいんだし、私よりは。この異常現象の原因が分かったらノーベル賞ものだね。でもグラント先生もお手上げみたい。ドローンの話はもうこんな時だもんな。グラントス、何それ。鋭い。じゃあね、こっち行ってもなんもないか。あ、ほかよ、進めない。また漏れてますよ。あ、リスだ。このリス見る。お友達がいたら一緒に撮ってあげる。Make art, not war。 私の方から誘うべきだった。そっか、全部漏れてるな。ここは今日は入れない。サイモンとグラント先生。鳥たちの死体の山がいくつできたことか。異常気象ね。それにしてもこんなのありえないわ。何もかもが変わろうとしている。
科学者としては興味深いわ。私個人としてはやはり不安ね。アルカディアベイも不安がっている。天気といい、動物といい、ケイトのこともあるしね。もっと周りを注意深く観察しなければ。この二人仲いいのかな。噛み合ってるようで噛み合ってないような。サミエルが一人ぼっちじゃないの、なんか嬉しい。大丈夫かい、マックス。大変だったよね、いろいろ。まあ、なんとかやってます。サミエルは？悲しいし、困惑しているよ。この町のみんなと同じく。君も解けない謎の山を抱えてるのかい？アルカディアベイのこと？アルカディアベイに何が起きているのか、わからないことばかりなんです。その答えを求める姿勢、グラント先生が君を気に入るのも納得だよ。すごい、買ってくれてるんだ。とりあえず自然現象のこと。私、科学の才能がないから、どうしてあの日食が起きたのかわからないんです。さっき、グラント先生にも言ったけど、科学で説明できないものはある。先生の気を悪くするつもりはないんだけど、でもこれはほんの始まりだよ。そうなんだ。なぜそう思うんですか？なぜそう思うんですか？教えてくれませんか？ただ目を開ければいい。そうすれば兆しが見えるはずだ。何かに気づいてるのかな。大きな何かが近づいてくる。竜巻だ。マックス、嫌な予感がするんだ。うん、この人何かに気づいてる。科学は得意じゃないけど、ボルテックスクラブよりはマシです。ああ、レイチェルもあのクラブの闇に気づいていた。すぐにみんな気づきます。ボルテックスに飲み込まれてはいけないよ、マックス。抜け出すんだ、時が味方についているうちに。時が、レイチェル・アンバーが全ての鍵を握ってる気がして、見つけなきゃ。見つかることを望んでいないかも。そうなの。どこに行っちゃったんだろう。うん、そうなのかも。どこに行っちゃったんだろう。見つけるものがいるとすれば、それは君だ。僕の夢が告げている。そうなんだ。マックス、信じた道を進むんだ。そうすれば君の探しているものは見つかるだろう。レイチェルも待っているよ。サミエルもなんか預言者みたいだな。周囲の人間のこと。謎は増えていく一方です。僕でよければ相談に乗るよ。いろいろ知ってそう。とりあえず姉さんの。姉さんを見かけませんでしたか？いや、そもそも彼は停学中だしね。あまり残念そうじゃ。あまり残念そうじゃないですね。彼は周りを傷つけるからね、当然さ。どういうことですか？君の目的は見当がつく。だが役に立つようなことは知らないんだ。力になれずにすまない。そっか。ケイト、実はケイトのお見舞いに行ってきたんです。だいぶ元気になったみたい。君のおかげだ。大した救出劇だったよ。運命なんだろう。運命気になる。私が何をしたとかじゃなく、その人間の運命は一人一人決まっているのかも。思うに、人はそうして無数の運命を生きるんだろう。うん、ケイトの信仰とは違うかもしれないが、それもまた運命だ。私もそう思う。君は本当にケイトのことを思ってるんだね。マックスのような子がもっといればよかったのに。もっとか。デイビッド・マドセンと話したことは？マドセンが話すんだ。僕は聞くだけ。デイビッドらしいね。彼は物は見えても人が見えないのさ。でも君のことは例外かもしれない。どうして？どうしてそう思うんです？彼も君もカメラを通して世界を見るから。一番物事が見えてるのはサミエルかも。そういう見方もあるのか。僕はただ物事を違う角度で見てるだけ。照れたのかな。アルカディアベイの動物たちに何か異変が起きてるみたいですよね。ああ、
かわいそうに。何が原因にしろ動物たちにはなすすべもないんだ。とりあえず鳥のこと。鳥がたくさん死んでいますよね。もう何羽も埋めてやったよ、トバンガの根元に。トバンガ、あれトーテンポールのことかな。そんなことしていいんですか。鳥たちの魂が旅立てばわかるだろう。証明にはならないが、何かの予兆としか思えない。それが宿命ならどうしようもないさ。すごい信仰的な人、宗教的な人なんだな。こちらリスの話って何かあるのか。リスだけはまだ元気に走り回ってるみたいですね。うん、でもリスまでどうかなったら。サミュエルがいれば大丈夫ですよ。餌を食べる時だけは平和なのさ。実によく食べるよ。そういえばそろそろ餌をやる時間だった。写真撮んのかな。話す。お邪魔だったらすみません、サミュエル。ちっとも邪魔ではないよ。動物たち、アルカディアベイの動物と。あれ、ああ、同じ話してる。巻き戻してないのに。打ち上げられたクジラたち、どうしてああなっちゃったのかな。父が漁師でね、一緒に海に出るとクジラの歌が聞こえたものだ。でも今は鳴き声が聞こえる。そうなんだ。何かの環境災害。何かの環境災害だと思いますか、それとも。いや、原因は誰かにある。誰かが全てを引き起こしているんだ。誰か。本当に。君とアルカディアベイは時と潮で結ばれている。すごい。次は僕から君に答えを求めに行こう。すみません、私もう行かなきゃ。なんかものすごいいろんなこと感じてる。すごいな。お邪魔だったらすみません、サミ。ちっとも。もう行かなきゃ。すみません。なんかいろんな選択肢があったよね。なんかあんまり意味ないかもしれないけど、一応巻き戻して聞いてみます。リースたち大丈夫かい、マックス。まあ悲しい。いや待って、とりあえず周囲の人間のことで僕聞いていないところ、どうしよう。姉さんのところで、いや当然の報いですは言わなかった。当然の報いです。これでも軽いぐらい。決めつけは良くないけど、姉さんはここにいるべきじゃない。いや、あるいはいるべきなのか。どういうことですか。君の目的は剣と。実はだいたい聞いちゃってるのかな。同じ、いじめられていた。サミュエルはケイトがいじめを受けてたことを知ってたんですか。僕をバカにするのはいいけど、ケイトにはやめるよう言ったんだ。いじめは悪だよ、マックス。私もそう思う。君は本当。デイビッド。彼は。嫌だな、言ってない。なんか嫌だな。でもあれだけ監視カメラを集めても、結局マドセンは何にも見えちゃいないんだ。そっか。一番物事が見えてるのはサミュエル。動物たちのこと。クジラ。打ち上げ。父が。大体同じことを言ってるよね。私もよく泣きたくなります。自分が無力すぎて。いやいや、君は無力なんかじゃないよ、マックス。本当に？君とアルカディアベイは。時と、何を知ってるんだろう。うん、サミエ、餌を。よし、あれ、
もうちょっと続きを一応聞く。お邪魔だったらすみません。ちっとも動物たちの服で。アルカディア。鳥の大量死。鳥がたく。もう何羽。どうしてあんなことに。どうしてあんなことに。多分空が汚れすぎたというだけじゃない。風の中に何か悪いものがいる。風。何かの予兆。それが。アルカディアベ。その答えを求める姿勢。日食レイチェル。でレイチェルのところで見つかる。生きてるかどうか。生きてると思いますか。彼女は僕たちの心に生き続ける。それだけでも十分なんだよ。ちょっとはぐらかされた感じ。科学はと。ああ。すぐに見。ボルテック。日食。私。さっき。なぜそう思うんです。始まりって。始まりって何の？終わりのないものだよ。時にも終わりがないように。アルカディアベイに大きなな。すみません。待って、食べ物で勝手に使っちゃっていいの？ほら、こっちにおいで。写真撮るわけでもないのか。あれ？あ、見る。あ、写真。マックスが撮ってる写真僕あんま見てないのね。なんかもっといろんな写真を撮る、チャンスがあったに撮ってないのか。あ、エピソード5のとこ行っちゃった。これもなんかいろんな情報が見れるんだね。あ、戻る。コートニーって誰だっけ。パーティーの服、ああ、パーティーピーポーか。OK。空が何かを警告しようとして、見る。グラント先生、熱心に話を聞いてる。今、マックスに話しかけてた。グラント先生、あら、噂をすればなんとやらね。学校から監視カメラを追い出せたのは、あなたたち生徒のおかげよ。いろんな最近不思議な現象が続いてますけど、先生なら原因わかりますか？それがわかるぐらいなら今頃ノーベル化学賞を取ってるわ、ね。あの日食についてさえまだ考えがまとまらないの。まして雪やクジラは。科学的説明。何か科学的な説明はあるはずですよね。私は NASA に友達がいるけど、そこでもあれが起きた原因に説明がつけられないとしたら、その時は一大事かもね。世界ってそんなに確かなものでしょうか。なんだか目の前で変わっていこうとしてるみたい。サミュエルと同じことを言うのね。あなたが来る前ちょうどその話をしていたの。この星は変わっていく。でもそれは神秘じゃない、自然現象よ。動物の死骸。ここの動物たちがどんどん死んでいるのも。海岸線は後退しているし、海には汚染物質が毎日流れ込んでる。野生動物が死ぬ原因としては十分よ。他に思い当たることでも。なんだ、タイムトラベル聞いちゃう。ワームホールやカオス理論やタイムトラベルとか。
アルカディアベイにあるのはミミズの穴ぐらいよ。カオス理論はまあ置いといて、もしタイムトラベルができるなら私も体験したいわ。過去を変えたいと思いますか？ブラッドベリーの雷のような音を読んだことはある？ネタバレはよすけど、恐竜や蝶が出てくる話よ。時間は糸のようなもの、むやみに触れたら全てがほどけてしまう。なんか読んだことがあるような気がする。タイムトラベルをして何か虫を踏んじゃったとかで未来が変わっていくっていうような話だったような気がしますね。ネイさんを探してるんですが、見かけませんでしたか？授業には出てないわね。停学中だし。あなたたち友達だったの？違うよね。とりあえずまさかにしとっか。あんなクズ。あ、すみません。それくらいで怒らないわ。あなたでも悪態はつくのね。姉さんは見かけてないんですね。言わないでおこうかと思ったけど、姉さんなら郊外に飛び出していったわよ。いろいろあった後だし、会わない方が良さそうだけど、あなたはとても賢明な子だから、あとはわかるわね。ケイト、監視カメラでケイトを救えたとは思えません。監視カメラがなくともマックスがいるもの。あなたは素晴らしいことをしたわ。次はケイトが必要なケアを受けられるようにしないと。あなたもカウンセラーとお話をする？ケアが必要なのは学校。ケアが必要なのはこの学校の方です。何かとても良くないことが起こってるんです。気づいてますよね？今週は確かにいろいろあった。でも私も他の先生たちもいじめを撲滅するまで諦めないわ。ケイトはボルテックスクラブのパーティーで薬を盛られ、その上動画の件でいじめられたんです。手に負えませんよ。まずボルテックスクラブは活動停止、そしてあのパーティーは延期するべきね。ケイトの事件の後で無神経にも程があるでしょう。プレスコット家、ボルテックスクラブはプレスコット家と関係あるんですか？あれだけの資金がどこから出てるのか。関係はない。でも会員には特権がある。学校のスポンサーの息子ならなおさらね。私はそんなもの認めないけど。そうですよね。ただこの学校が来る前に想像してたのとは随分違うので。言いたいことはわかるわ。でもあなたやウォーレンが才能を伸ばせる場所にしたい。車に構えた若者も多いけど、あなたの将来は楽しみにしてるから。すみません先生、私もう行かなきゃ。失礼します。またいつでも話しに来なさい。一応巻き戻します。マックス、グラント先生。あら、聞いてない話。最近それが分か、科学を超越している。科学を超越してるのでは？いいえ、私たちの知識が足りないだけのこと。理由がわからないからといって現実は変わりはしません。世界ってそん、サミュエル、動物の死は何かの予言。じゃあ何かの予言とかと関わりがあるとは思わないんですか？私も伝承やら予言やらそういう話は好きよ。でも今のところ世界の終わりの前兆らしきものといえば例のパーティーポスターぐらいね。他に思い、タイムトラベル、トーテンポール。もしかしたらトバンガが全てを知っているのかも。あのトーテムは誰が建てたのかもわからないのよ。そうなの？どうせ漁師が海で拾ってきたんでしょうけど。でも確かに霊力は感じる。霊力とか感じるんだ。ネイさんを授業に。まさか、まさか、あれ、先生なら知ってるかと。先生なら知ってるかと思って。難しい子よね。プレスコット家の出だけに周りの期待も大きい。それが重すぎるのね。先日の事件がいい証拠よ。校長の処分は正しいわ。ええ、誰かが何とかしないと。私だって彼を助けようとしたんだけど逆効果だったみたいね。姉さんならひどく不機嫌そうにキャンパスから出て行ったわ。
会わなくてよかったかも、うん、ケイトの監視カメラで監視カメラがなくともケイト大丈夫です。あ、いえ大丈夫です。先生、親友や両親が聞いてくれますから今のとこ。それはよかった。一人で抱え込むのだけはやめなさい、うん、ケイトは相談に来なかったから私は気づいてあげられなかった。ケイトはボルテックスクラブのパーティーで薬を…相談に行けるぐらいならっていうのがあるからね。まずボルテックスクラブは活動停止。校長先生、なんで校長先生は止めないんですか。正直言って何が起きようとどうでもいいって思ってるみたいで。レイモンド・ウェルズ校長はこの学校を経営危機から救った人ですよ。そうなんだ。人のことをすぐ決めつけるのは賢明じゃないわ。そうですよね、うん、言いたいこと。すみません先生、またいつでも。はい、じゃあもういいかな。あと話してないのはこの辺は何もないよね。寮にも今は入らない。ボード、ウェルズ校長のお金をクロエに盗ませなくてよかったよ。うん、なんか、あれか、障害者の人用のなんかあれかな、なんて言うんだっけそういうの、段差なくしたりとかそういうやつだろうか。ジャスティン、超久しぶりじゃん。今クロエ最近全然遊んでくれねえじゃん。クロエのこと好きなのバレバレだよ。授業も宿題もねえくせに。ジャスティンと仲いいね。任務完了。ここにクロエと一緒に通えたら最高なのに。ジェファソン先生かっこいいしな。もうクロエのバカ。ほら早く行くよ。うん、男女別か、つまんねえ。隣の部屋にネイさんがいるよりずっとマシだよ。確かに。ここにいて、ネイさんが戻ってきたらすぐに知らせて。私に任せときな。さてネイさんの部屋はどこかな。あれ、男子寮は初めて来たよね。エヴァ、さすが独自の道を進んでるって感じでかっこいいな。ケイトからのメール。姉さんの部屋番号111。うん、ありがとう。助かるよケイト、魔法の番号は111ね。マップ、111。ドアはどこなのこれ。左がドアかな。猫の写真を盗んで何するの。これ前も見たやつか。猫の写真が入ったタブレット。最後のミーティングになるかも。ライトゲーマーの時代は終わった。ゲーマーガイズに参加しませんか。毎週新しいゲームをプレイ。これは？ローガンもこのポスターを見てれば。安全第一。イニングの話か。ホワイトボード。あらら、トレバーとデーナだ。トレバーとデーナか。シャワーでね、どこでもトイレットペーパーが落ちてる。トイレットペーパー戦争勃発。
バスルーム、よいしょ。ん？ケイトの一件の後でもいじめのことを誰も学んでない。ホワイトボード、これ書いたのザクかローガンだな。ほんと男子ってのは、下ネタだらけだね。姉さん、お姉さんの部屋か。待ってね、姉さんの部屋はきっとここだ。プレスコット、プレスコット家がこの町を支配しているか。頑張れビッグフット。ホワイトボード、ケイトのことを気にかけてる男子もいるんだ。ソーリーケイトか。エグジット、ポスター、ひどい、姉さんの仕業だ。痛い目に遭わないとわからないの。読む、あ、待て、ひどい、姉さんの仕業だ。ベータウイルスアラー、痛い目に遭わないとわからないの。ウォーレンの部屋、ホーキング博士を尊敬してるんだね。なんだって。ウォーレンの部屋、ホーキング博士を尊敬してるんだね。リアリティ、ホーキング、書く。たまにはからかってみようかな。ずっと誘ってくれてるんだし、思い切って成り行きに任せるのも大事だよね。なんて書いたの。オタクっぽいって思われたら嫌だな。まあウォーレンもそうだし、笑ってくれるよね。Are you made of copper and tellurium? Copper and... あれ、コッパーってなんだっけ、どうだっけ。コッパーとテルリウムであなたできてるのよねみたいなこと。ケイトのこと考えちゃう。いじめで悩んでいるあなたへ、相談会見る。 It's so good in the woods。 あ、マリファナ。この匂いとゲームの音、ヘイデンってすぐわかる。じゃあ入るよ。開いてない。ここに鍵がある。うわ、姉さんの携帯とか何か手がかりを探さなきゃ。ジョイス、デイビッドも出て行ったことだし、あの子ももう少し大人にならないと。でもあんたまで一緒に学校に忍び込んでるようじゃあの子も反省しない。知ってたんだ。愚痴を言ってすまなかった。ちょっと待ってね、ポスターを見て。こういう趣味を追求してるわけだ。クロエらしいけど。待って、おいお話し合いが必要みたいだな。お前は何をしたかみんなにバラしてみんだぜ。嘘でしょ。え、うわ、クロエひどいよ。前に言ってたあれか、薬盛られた時のやつかな。 MP3 プレイヤー。クジラの歌。姉さんの心を癒せるのはこれだけなのかも。そっか、ランプ。これきっとクロエが壊したランプだ。そっか、ここに連れてこられちゃったんだね。ああ、
いい写真じゃん。すっごい気持ち悪いけど、自分のスタイルがある。才能あるのか。この賞面白そう。こういうセンスもあるんだ。卒業証書。今や皮肉にしか思えないけど、ずっと持ってるなんて可愛いとこもあるんだ。そうなんだ。仲が良かったこともあるんだね。高い機材といえばビクトリアだと思ってたけど、プレスコット家には勝てないね。6000ドルはする最新のモノクロカメラ。金持ち目。病院の薬も効いてないみたい。写真。不機嫌そうな顔。この父親とその服じゃしょうがないか。パソコン。これも調べなきゃね。パーティーのことしか頭にないみたい。嫌な予感がする。ビクトリアか。ビクトリアに書いてるんだ。今週のボルテックスに何起きてるか教えろ。俺も同じくらいスタイリッシュで高いやつ着ていくと。最低。絶対許せない。ケイトの分も仕返ししてあげるから。まだこれひどいな。この父親が本当の問題かも。今週はなんとかストレスの多い、何かとストレスの多い日々になってしまったね。バンサンエステートの開発中は何も問題を起こさないでほしい。プレスコットの名が重荷だろうが。とにかく時が来たらお前の責任を全うする。覚悟しとくように。そっか。バンエステートっていうのはなんか、あの家にもまともな人はいるんだ。お姉さん外国か。クリスティン・プレスコット。ネイトへ。ブラジルよりこんにちは。ママからいろいろあってパパに目をつけられてるって聞いてるけど、無視するか反抗するかのどっちか。そっか。へえ、姉さんがダイエット薬品ね。しかも強い薬。ちょっとウェルズ校長、ごますりすぎ。姉さんに校長から、告発について謝罪したい。これいつの時点なんだろう。説明書。これってクロエを撃とうとした銃だ。誰かからのプレゼント。銃を安全に使うっていうのもなんか変な話だけど。気をつけよう。暗い映画ばっかり。そうなんだ。何もかも持ってるのに安らぐ場所がない。ひどい趣味だな。ついていけないよ。そうなんだ。なんかはっきりよくわかんないけど。写真。やだ、私の自撮り写真盗んでたんだ。なんで飾ってんだ。なんかある。男子の部屋といえば典型的だね。ヒップアンドバスト、オレゴン最高のバスト。パソコン。引っ掛
き傷ってなんだろう。床にあるのは何の跡だろう。ケイトの爪とかかな。何か隠してるはず。もしかしてなんかレイチェルにつながる何か。こんなとこに携帯はもらっていくよ。携帯をもらった。携帯も手に入ったし、姉さんが戻ってこないうちにクロエに見せよう。待って、なんか、あ、これは、あ、なんだこの本。見る。本一冊で治ったら誰も苦労しないよ。アンガーマネジメント。全然効いてないな。よし、もう見たよね。OK かな。見る。こんなハイテクのプロジェクターがあったら最高だろうな。OK、出よう。よし。もう大丈夫かな？大丈夫よね。クロエ。気をつけよう。敵の陣地にいるんだから。戻ってきたか。何を見つけた？なんか綺麗だけど気味の悪い部屋だった。これを見て。やったじゃん。これであいつも終わりだな。俺の寮で何やってる？こそこそ嗅ぎ回りやがって。ちょっと落ち着いてよ。なんだとこれ。マックス、ウォレンだ。下がってろ。そこをどきやがれ。てめえそんなに死にたいのか。やめろこのバケ。ウォレンを止める。待って、この時間を巻き戻すことできないのかな。ウォレン、やめて。もういいよ。なんだよお前ら、その目つきは。お前も全員死ね。行こう、早く。覚えてろ、すぐに親父が来るからな。てめえらもうおしまいだ。姉さんが殴られて当然のやつだとしても暴力は良くないよね。で、出会わないようには出れないのかな。クロエと話して、はい、スキップして、あ、これは絶対会うのか。待って、一回手を出さないにしてみる。人を痛めつけるのが好きか。マックスとかケイトとか俺とかをなあ、このクズ野郎。これはでもやりすぎか。やりすぎだよ。やめろ。やめ。やめてくれ。もういいよ。ねえ、落ち着いて。やめてくれ。悪かった。早く行くぞ。ええ、銃持ってった。お似合いの面だぜ、クロエ。はあ、ウォーレン、相当キレてた。助かったけど、怖かったな。でもやりすぎだ。うわあ、でもこれで大きく分岐するんだな。携帯取ったのバレバレだよね。ウォーレン、やめて。なんていうか、びっくりしたよ。ウォーレン、さっきはその、ありがとう。何が？
姉さんに頭突き食らわせたろ。やるじゃん。どうかな。早く完全に切れるところだった。まるで姉さんだ。ウォーレンは全然違うよ。アンガーマネジメント。これからどうするんだ。しない。俺もついてった方がいいだろう。いつまた乱闘騒ぎになるかわかんないしさ。それとも警察を呼ぶ？警察はダメ、今はまだ。だからウォーレンは、その、これは私とマックスとで肩をつけるよ。ありがとな。そうか、俺にできることはある。それじゃあ姉さんの父親のこと、できる限り調べて。わかった。季節外れの雪と日食もそうだけど、最近はきな臭いことが多いな。ありがとうウォーレン、本当に。また電話するね。約束だぞ。今なら何でも来いって気分だ。うん、頼もしい。あいつマックスにベタボレじゃん、うん、やっぱり。しかし姉さんフルボッコだったな。うん、ちょっと怖かったね。次はフランクだな。連絡取れるの？金を匂わせれば即レスだ。ほらな、今すぐ来いって。本当に。じゃあ早速行こう。よし、じゃあ今日はこの辺で終了します。選択 OK。 はい、よいしょ。じゃあ今日はここで終わります。ありがとうございました。失礼します。